これはですね、Amazon で買った、ポータブル洗浄機ですね。13,800円ぐらいだったかな。買った後すぐ9,800円とかなってたんですけど、13,800円で、買ったやつです。まだ使ってません。全体的に安っぽいですね。やっぱ安いやつなんで、この辺も割れてるし、もう届いた時にこのケースが割れてて、プラスチックがめっちゃ柔らかいんで、ケースはちょっと別途必要かなって感じです。でバッテリーが1個ついてます。でそう、これがね問題だなと思って、星5のレビュー書いてスクリーンショット送ったら Amazon ギフト1000円あげますよみたいなのが入ってるんですけど、多分これ Amazon の規約違反なんですよね。まあ、こういうのでレビューを買ってる商品って最近多いので、なんか Amazon のレビューも信用できないなと思いました。これはレビューで、いいなと思って買っちゃったんですけど、ちょっとねこれからはねレビューもあんまり参考にしすぎるのも良くないなとちょっと反省しました。でも水はホースでバケツから水引いてこれるんで、これでやります。これまだ何も繋いでないのに水出てきたんだけど、大丈夫かなこれ。